おまっとさんでした。ガンバペ魂塾長のワキワキワッキーワッキー海山です。そしてマネージャーの松原真代です。天竺星の笑い集団 T ライズ所属佐藤君高です。うち眠いね。どうしますか。いやちょっとね、あのツイキャス見せたらそういうのがあったんで、はい、ちょっとそういうの入れとこうかなと。一般人のモノマネですよね。ずっとうち眠いねんって言ってるね。一般人の女性のツイキャスにワッキーさんがハマる。びっくりしましたね。やっぱジェネレーションギャップを感じましたけど、まあ、そういうのやっぱね、入れとかないと、本当にね、さてさてね、クリスマスですよ。はい、クリスマスですね。もういくつ寝るとね、どうなのやっぱりお年頃のマネオちゃんは。確かにね、クリスマスもうあの予定は、20歳の、ね、女の子のクリスマスって言ったらもう、ね、何よ、何すんの。まだわけないっすよ。友達と、ね、友達、うち、ね、うち眠いね。誰なんですかそれ。友達、友達の友達。友達と過ごすの、はい、本当に友達。本当本当本当。女子なんか早口になったら怪しいな。動揺してるな。おそうそうそう。女子みんな二十歳なので、もうクリスマスで何すんの、はい、だって飲み屋とか行ったって結構いっぱいだったりするじゃないですか。クリスマスとかカップルとか。二十歳は飲み屋行かないんじゃないの。何すんの。行くんじゃないですかね。まだ何も決まってないんですけど、森に行ってさ、もみの木見つけてさ、その周りでこうダンスを踊る。やばいじゃん。何の儀式ですか。世界の終わりの PV みたいな。いいじゃない、ね、何すんだろうね。女の子何人。4人ぐらい。4人、うん、みんないないの彼氏とか。本当に、はい、って言いながら行ったらマナヨしかいなかったとかね。3人ともちゃんと、ね、ちょ見え張って今言ってる。そういう今同世代って結構すげえグイグイグイね。いやでも気になりますよ。これリスナーのさ、あの意見だから、はい、あの20歳の女の子はどんなクリスマスを過ごすのかっていうね、はい、下手したらもうこの話で1時間だよ今日。でも意外と周りの子、あの彼氏とかいる子は24日を彼氏と過ごして25にバイトっていう。あ、25バイトか。アルバイトっていう。そう、24メインみたいなとこありますよね。ね、イブにね。何なんですかね。何なんですかね。何なんだろうね。何のかよくわかんない。うち眠いね、もう。いや、もういいっすよ。みんなに引きずってるさ。君たかと俺はね、最大者ですから。いや、もう本当っすよ。やっぱファミリークリスマスですよ。そうなっちゃいますよね。なんか10代のあたりなんかさ、はい、ドキドキしたもんだけどね。いや、しました。ちょっと片思いの彼女がさ、と過ごしてくれんじゃないかとか、はい。まあ、なかったね。何なんだろう。まあでも本当寂しいロンリークリスマスの方も多いと思います。特にこのガンタマ聞いてみるやつは、そんなことないですよ。まあぜひあのね、仙台市中心部ではね、まあ、光のパレードとかね、うん、サンタの森の物語なんか明日じゃないですか、23日、はい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 、ねえ、いやでも結構いいですよ流れ的にはね。23行って24行って25ね、光のページントもやってますから ね何をもらうと嬉しいのクリスマスプレゼント。確かに、なんだろう、うん、クリスマスですか。クリスマスプレゼントってそんな重要ですか。重要でしょう。いや誕生日とかは大事だと思う。光物なの。光物、光物ってなんか寿司屋じゃないですか。サバとか目光とか。まあ、女の子って大事にするからムカつきますよね。何を。クリスマスプレゼントとかどうでもよくないですか。まあ、な年と頼ってクリスマスってそんなにいいよ。何回もごめん、君高のね、フルケズもちょっといじっちゃった、ごめんなさい、あんた嫌なんですよね。まあまあ、それぞれの楽しいクリスマスをお過ごしくださいね。嫌ですよとか言うのさあ、メッセージもいただいてました。クリスマス通り越してね、この間の大忘年会にね、はい、参加してくれた方からメッセージ来てますよ、ね。有松の翔さんと高橋の野菜大好きさんからいただいております。スリーショットで写真も撮らせていただきました。ありがとうございます。ほうほう。先々週の番組に出演されていたレオさん、うん、化けてましたね。真面目な方かと思っていたのに、陸長がすっかり食べられてた感じでした ね。ガンタマリスナーの、あ、その大忘年会の話なんですけど、うんうん、ガンタマリスナーの野菜大好きさんとのスリーショット写真が過保物です。ね、陸長、本当にお疲れ様でした。今日は2015年一番ハイテンションで、あ、その日ですね、うん、2015年一番ハイテンションで時間を過ごせました。ありがとうございます。で、翔さんから、一応、はい、ガンバペ魂の塾長と、あと、君高くんと、あと、マネちゃんにっていうことで、プレゼント持ってきた。マジっすか、ほら、ちょっとハッピーになるような、これリング、携帯ストラップ、ほら。すごい、ありがとうございます。これって今 YouTube 用に見せたんですけどね。はい。はい、一応、皆さん、ラジオ皆さんにほら。はい。ね、これ一応後で選んで、ね。ありがとうございます。すごい。いや、クリスマス好きでよかったっすわ。これだから好きなんですよ、君にあげようかなと思ったの。ちょっとクリスマスカラーの可愛いストラップですよね。腕輪かなと思って、腕にはめるとき、ちょっと厳しそう。
ケーキさん、ありがとうございます。そして野菜大好きさんからも、ボリュームいっぱい食べてドリンク飲みまくりに行きました。ラストの高橋よしおさんのライブはすごく盛り上がり最高でした。ワッキーさんがいて娘さんが仕切った射的をやってしたらと思っていたけど、キャラメルの箱を倒すことに成功し、もらったことは嬉しかったですといただきました。ちょっと忘年会的なクリスマス的要素もね、お遊びでね、うちの娘射的をやらせたんですよ、はい、射的の店長、まあ頑張りましたよ。ちょっと早いお年玉上げましたけどね、ほう、まあ、それなりに、はい、それなりに。あとワッキー貝山 T シャツも売ってね、10枚ほど売れました。おお、はい、そして野菜大好きさんから、生でいつも紹介してるんですが、番組潜入いただいております。生でってね、はい、ユーストリームじゃなくてツイキャスで。ツイキャスでまだ間違えます、はい、未経験、一度くればハマるはず。ありがとうございます。ありがとうございます。6年間リスナーの方はね、やっぱ頑張になりますね、この潜入もね、実は毎週送ってきてもらっているという、はい、ありがとうございますね。本放送も時々ですけどね、はい、まあ、ツイキャスの方を合わせると毎週ご紹介してます、ね、はい、はい、さあということで、結構オープニングね、クリスマス云々で長くなりましたがこの番組はお題に挑戦してリスナーの大喜利バトルになっています。はい、 MVP には TBC オリジナルグッズやコンパクトになった番組特製ステッカー1枚にサインを入れて2枚セットでプレゼントです。はい、初参加の初メール対象もあります、プレゼントは古川の松倉さんから、ママも喜ぶパパ好み、そして、はい、ワッキーさんお母様系の仙台たちまちにある居酒屋、元祖仙台せり鍋がおすすめのわびすけのお食事券。なんか忘年会取れないみたいですよ、もう。私は食べてきましたけど、ね、そしてサンドイッチマンの CM でもおなじみの焼肉冷麺山中屋さんから金券、そしてさらに大里町の夢見の国温泉入浴券などのいずれかがプレゼントされます、はい、発送には多少お時間をいただいております。このようにプレゼントありますので、住所、氏名、そして電話番号は必ず書いてくださいね。で、参りますか。さあ、ということで早速参りましょうね。本日のお題のネタは募集しておりません、はい、参加したい方は後ほど新たに出されるお題にて挑戦してみてください、はい、12月ね、29日も放送ありますので、あります、よろしくお願いしたいと思います。さあ、リスナーのネタ総当たり戦です。重せければ出ますね。取ったネタから MVP が選ばれるというね、はい、ことになっております。さあ、一つ目のお題でございますが、一、はい、つ目のお題はトナカイがサンタクロースに20年以上言えないでいることとは。うん、いいですね、はい、まあ付き合いも長いでしょ。100年、200年じゃ聞かないかもしれませんが、はいはい、ここ20年って言われてる、はい、もうまさしくもまなよちゃんと同じぐらい、はい、まなよね、20歳ですから、そうです ね、このぐらいの、うんうんうん、蓄積というのは一体何をこの関係に、ね、さあ行ってみましょう。はい、若林くんのこちら13歳の女の子のちゃんちーろさんです。知ってましたか、サンタさん、ん、実は僕よりあなたの方が体重重いんですよかわいい、うん、かわいい、等身大、うん、ちゃんちーろちゃん、うん、等身大、うん、ねえ、ね、っと言ってなかった、めっちゃかわいいやん。なんで今日それなんですか、すげえなんかやだ俺も飽きてきた、すげえやだ、やるなって思って。東京都の初メールです。雪の翼さんです。お、奈良県出身だってこと世界に公表したいすごいな、トナカイ奈良県出身だった、あれ奈良県ってことは鹿じゃねえこれ鹿だよね、これちょっとね、鹿ですね、すげえ、全部あげて、鹿先輩大阪府豊中市トトロのお化けさん、一つ目、私の名前ルドルフです。メアリーって誰ですか20年間ねメアリーって呼ばれてたんですよね、あれ俺ルドルフなんだけどな、多分サンタさんには毎年言ってるんですよ、あ、でも言えなかったのか、すげえな、ルドルフもすごかった ね、 そうですね、確かにメアリー、マッキーさんがマナヨちゃんのことをあゆみちゃんって言ってたのと一緒っす ね、 そうですね、あ、思い出しました、あ、思い出しました、それでお酒ね、誕生日プレゼントにマッキーさんくれるっていうのまだ持ってきてないっていうね、来週持ってきますよなんとね、トーンダウンしてんじゃないですか、二十歳の女性が ね、 ね、日本酒一生指定です、ありがとうございます、飲んでたこの人ね、行きましょう、はい、トトロのお化けさん、二つ目です。サンタさん、年々加齢臭がきつくなってますまあね、やっぱ、まあまあまあね、年には、ね、逆らえないですね、服も何着持ってるんだろうねやっぱ染みつきますけどね、はい、大里町のうなぎ犬レスワンさん、一つ目、サンタは今でもクリスマスキャロルの頃には歌ってるのが稲川淳二だと思い込んでああ
違いますよ。怖いな、怖いな。もうそんな間違いは怖いな。あれ誰だっけ、いらないじゃん。あれ、はい、板垣純一だ。どこんなびっくりした。宮城だからさ。そうですよ。そうですよ。怖いな、クリスマス怖いな。言わない。ウナギルデスワンさん、2つ目です。自分、サンタとか信じない派。ほら。小学生から上がるときに、いるかもね、サンタって。ですよ。さあ、トナカイがサンタクロースに20年以上言えないでいることとは何でしょう。はい、宮城六、5つの青い風船さんです。動物保護法って知ってます？ちょっと働かせてください。気を使いましょうね、サンタさん。はい、京都府のすりみさんです。初代はもう死んだ。俺は2代目なんだ。いや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 、いつの間にか入れ替わってたっていう。意外とプライベート付き合わない。行かないんだ、そういうお葬式とか。名取市のサッチさんです。首についてる変なベル外して。20年間思ってました、これ何なんだろうな。確かにちょっと無知で働かれてない。ふざけんなって。シャンシャン言うけど何なんだろうな。シャンシャン、気強くなって、このまま相当練習しないと。首も相当使ってるもんな。シャンシャンうるせえみたいな。はい、石巻市のシャナナレインボーさんです。買い物の領収書をサンタクロースでもらい経費で渡し。気づかれてなかった。いや大変なんだよサンタクロースも。自営業なのかな。俺も大変なんだよね、書く欄が。自営業って書くと具体的に書いてくださいって。司会業っつってね。そう富山町の五寸田くぎおさん、1つ目。サンタさんが食後の楽しみに買っておいたプリンを食べたの私なんです。かわいい。これはでも喧嘩になるよ。よくありますよね、夫婦喧嘩になるこれ。2つ目です。あの時落ち目のスーハミじゃなくプレステが欲しかったんです。ほら、ね、あ、20年ね、今逆にスーハミ人気なのでいいしね。確かに昔のソフトなんかも ね、いい塩梅です。はい、3つ目です。いい加減、お前はトナカイの大人かいってギャグやめてもらえませんか。サンタさん、きついっすね、これしつこいダジャレ。いや、いいですね。さあ、トナカイがサンタクロースに20年以上言えないでいることはまだまだ続きますよ。はい、こちら大崎市の某中学校のクラスで考えた中学生シリーズになります。毎週ありがとうございます。先生ありがとうございます。はい、はい、中学生シリーズ、ケンちゃんです。ケンちゃん。サンタさんはプレゼントを置くだけで楽、トナカイは運ぶのに疲れる。なのにお礼はサンタさんだけ。切実だこれ。そうですね、文章にしたためる感じがある。そうですね、うん、そしてハンドレッドニートさんです。実のところ自分はトナカイではなくケンタウルスだ。すげえな。すごい。下手したらサンタクロースいらないかも。確かに。顔だけ出すのみんな驚かないと思う。そして、ALG さんです。はい、重いんだけど。トナカイがサンタクロース20年言えないこと。年も取ってるしな、そうですね、重いんだけど、うん、あ、素敵。はい、行きましょう。はい、中世シリーズ、イエス&ノーさんです。お前はもう死んでいる。なんでやねん。どうした。ケンシロウ的なね。はい、ここまでですね。ありがとうございました。以上です。ありがとうございます。さあ、行きましょう。はい、神奈川県横浜市、江南区のさとしさんです。実はさ、左の角、昔折れちゃってさ、これ油麩なんだよね。代用してたっていう。すげえな、20年以上。すごい。でも、あ、トナカイの角に見えなくもねえか、油麩。いけんじゃね。中に針金とか入れたら、ちょっとあのモールの飾り物みたいなんだよ。いいねこれ。確かに。あ、行きましょう。秋田県男鹿市、秋の日陰さん、一つ目。この僕がアルソックに勤務しているからサンタさんはいろんな家に素早く入れること。そうなんだ。やっぱこういうところ提携して入れるね。今本当大変だもんね。あ、もうロケもしにくい。はい、二つ目です。
蹄にラメやマニキュアを施していく。おしゃれしたいんすよ、トナカイだして。いいね、かわいい。おしゃれしたいんすよ。若干、全部茶系だもん。アクセント入れたいわ。かわいい。まだ茶系。北海道札幌市石毛連さん、一つ目。実は、子供たちの家に向かう途中は、必ずあなたにおならをかけてました。おい。必ずなんだ、まあ。かなりスピードだから、ね。必ずなんだ。必ず。20年以上言えなかった、それだよ。はい。二つ目です。好きです。オスだけど。かわいい。かわいいじゃん。かわいい。かわいいの。かわいいですよ。疲れてもな。ケンタウルスになっちゃう。あんま深く考えない。はい、あんま深く考えない。子供は寝なさい。うん、宮城幕の22分の列車さん、一つ目。スノーモービル買ってやるから、いい加減に引退させてくれ。確か早いかもしれない。そうですね、早いかもしれない。子供運べるしかない。2つ目です。そろそろ名前つけてほしいな。まあ確かにルドルフ以外知らないね。他にメアリーいるんじゃねえか。本当ですよ。埼玉県埼玉市東北県文禄さんです。荷物を運ぶのを少し黒猫さんにお願いしてみます。20年以上。実はね。いいんじゃない、間に合うもん、そうすると。そうするとあれだ、普通に宅急便取れと思ってる子供が何人かいる。あれみたいな。すごいね。猫が運ぶもんだと思ってた。確かに。なあ。はい。トナカイがサンタクロースに20年以上言えないでいることとは、はい、宮城の区単身タイガースさん、一つ目。これ、赤い花じゃなくて、梅干しなんだよね。20年以上。確かにね、もう何十年ものってあるから、ね、相当な赤黒くなってる。常に梅干しの匂いしますよね。するよね。これおならどころじゃないの。二つ目です。20年前に一回だけって言うからソリを引いたのに、あれから毎年だもんな。一回だけ、一回だけ、今年だけだから。よくあるわ。よく近所の会合でもあるわ。あんた班長やって、今年だけだからっつって。毎年だ。毎年班長だ。やっぱり立派な班長さんだって。年末に。その人の話聞いてもらったらいいな、これ。はい、大崎市のポコポコ丸の肉球さん、一つ目。私のことを中井くんって呼ばないで。スマップじゃないから。あ、かわいい。いいね。二つ目です。新幹線乗りてえな。早いんだろうな。いい、その喋り方も。早いだろうな。楽でしょ。いいね。三つ目です。この辺で逃げて、そば食いてえな。同じやつだ。同じやつ。同じトナカイだよ。そば食いてえな。同じやつだね。はい、枠屋町の状況ボーイさん、一つ目。俺、お前、嫌い。いや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 、どうした。そうですね、どうした。これ、本当のトーンだ。本気のトーンだ。本気トーンだ。二つ目です。俺、トナカイじゃなく、幼馴染の信彦。これやべえな、20年以上。信彦も信彦だったって。信彦ってそうそういないから、リアルか、リアルか半端ないね。信彦、信彦いるかもね。はい、高城市のエクスプロイダーさん、一つ目。サンタが大事にしてた宮沢りえのサンタフェをフルホンチェーンに売った。まあ確かに20年ぐらい前か。サンタフェ、衝撃でしたよ。ヌード写真集、宮沢りえさん、これはダメだ。二つ目です。サンタとトナカイがインディーズバンドを組んでた時、トナカイがサンタのファンの女の子と付き合ってた。やめろ。やめろ。バンドあるある。バンドあるある。年末特番によくあるじゃん、そういう暴露するやつ。やめて、やめて、手つけんの。本当にバンドあるあるじゃねえよ。ちゃんとしたバンドもいるんだよ。ベースのやつがチャラい。ないよお前。ベースがチャラい。みんなベースがチャラいわけじゃないですよ。君たかの個人的感想ですから。そうです。あと送るようにいろいろと。対話帳のサバ味噌さん、一つ目。
言えない、現役を終えたサンタはトナカイになるなんて。そう、怖い、ね、そういう流れなの。じゃあ信彦ちょっと待って。信彦は元サンタってことですよね。かな、いや分かんない、そのままサンタ行かずに。いや信彦は信彦じゃねえの。はい、サバミソ誰だ信彦って。サバミソさん2つ目です。あなた以外の人もいっぱい乗せてるの、尻がるって思われたくないから言えない。どうぞ。艶っぽい、艶っぽい。いやーこれはすごいね、トナカイが三択の20年以上言えないこと、はい、こんな秘密がありましたね。いやーなんか思いの多かったな。やっぱ20年がねそうさせるんすよ。そうですね、はい、まあまあ、はい、ということで、ね、素敵なクリスマスになるといいですね、はい。さあそれでは再来週放送予定のお題ということになりますか、じゃない、はい、来年の1月12日ですから、もうドンと祭前ですよ、はい、オンエアはね、はい、ドンと祭前でございます。若干まああの締め切り日がね長くなってますが、はい、行っちゃいましょう、はい、はい、来年の1月3日日曜日深夜12時締め切りです。はい、どちらも、お題富山町の五寸田苦行さんからの出題です。ありがとうございます、はい、1つ目ガンタマ流縁起のいい鉢植え、1なんとか、2なんとか、3なんとか。あ、いいですね、はいはい、2つ目です。来年鳥年でもないですよ。はい、さてカラスはなぜ鳴いている、続けて歌ってくさい、ね、カラスの勝手でしょってありましたけどね。はいはいはい、何、年明け早々、はい、謎が解明されるわけですよ。はい、そうですね。楽しみです。はい、はい、メールのみ受け付けています。 gera@1260.jp gera@1260.jp まで。お題はアメーバ番組公式ブログでもチェックできます。住所、氏名、年齢、連絡先を必ず書いてくださいね。最近できた私の習慣が、夜眠る前にお笑いの動画を見ることです。お、夜寝る前に一笑いすると気分的に朝すっきりして、それが習慣になりました。学校ももう冬休みになったので家でゆったりしつつ、年末に向けて大掃除も始めているところです。私来春お引越しをするので、今片付けと荷物整理に真っ最中です。最初のお笑いの動画見るとこ繋がったよね。あ、引越すの。引越します。本当ですか。はい、今住んでるの学生マンションなんですよ。なるほど、一人暮らし、はい、一人暮らしですよ。わー、なんでですか。なんで。え、なんで。20歳の等身大の女性からなんでって言われた。40歳のおんちゃんはびっくりしました。ドキッとした。ね、よろしくお願いしますね。何よろしく。さあそれではですね、今年最後の一言ネタということで、12月は私だけこれで今年も終わりだなと思う瞬間やことということでね、はい、一応の来週もこちらの方の、一言ネタは発表あるんですが、はい、今日はもう受け付けてません、はい、ね、あの新たに一言ネタ、これ発表した後にね言いますんで、ね、はい、はい、楽しむだけにしてください、はい、いやしかしね、これ今週はさ、多かったんですよ。今週は、ね、今月はね、5回にわたってあるわけでしょ、うん、そうですね。ね、ですからこんなから一言で対処は、ね、非常に難しいと思うし、はい、ね、まだあるのかって言ったらまだあるのよ。私だけこれで今年も終わりだなと思う瞬間やこと、ね、行きたいと思います、はい、いいですか、はい、はい、まずは若林区の加藤裕樹さん、一つ目です。スタンハンセン来日。いやいやいや。年末だけ来てないっしょ、あの人。こうやったら来るでしょ。2つ目です。父が年賀状を書きながら、来年の はと笑いを強要してきたとき。いいですね、4週目深いですね、はい、三里町のホームランブービーさんです。町中赤が目立つ、うん、うん、そうですね。松島町のなおパパさんです。朝外に出て、今日も寒いな、空気も寒さで涼んでるし、ハクション。4週目ですか、はい、若林区の、じゃあ初めじゃないですね、若林区のちゃんちいろさんです、はい、明日は餅食えると思ったとき、うん、餅食える、もう大晦日っす、そう、もう大晦日っすね、神奈川県川崎市永遠の八木山魂さん、一つ目。コンビニの駐車場で寂しくおでんを食べているヤンキーが数人いる。終わりですねと、はい、見ると終わりだなと思うんだって。
二つ目です。テーブルクロス引きの練習を毎日のように練習している人を目の当たりにしたで、町明さんですね。町明さんです。三つ目です。いつもより涙もろくなった瞬間。うーん、四つ目です。バラクーダーの日本全国酒飲みボンドの大合唱が居酒屋から聞こえるこれ昭和だなって感じもしますけどね、はい、今年も終わりだなと思うし、はい、はい、秋田県和菓子秋の日陰さん1つ目。猫はこたつでハッスルハッスル、ハッスル。2つ目です。隙間風で風鈴が鳴りまくるわかるこれ出しっぱなしの風鈴が、はい、ちょ隙間風いいね。はい、秋の日陰さん3つ目です。今年が終わることを今年が終わる直前に気づく4つ目です。押し入れで雪崩発生あるこれもある、あのお客さん来たりとかするからね。5つ目です。甘酒で酔いつぶれているあちょっと大事なのかな、アルコールな。ハイハックの楽天頑張るさん1つ目。10年以上飼っていたワンコに裏切られた時どういうこと何されたんだろう、分かんないねこれ。2つ目です。カレーうどんのすっぱね左袖の隅にあった時なんで左隅3つ目です。背中のかゆみあと一歩で届かないすごいね。4つ目です。みかんの汁目に入った。いやいやいや、それでなんで今年終わりなんですかいいの、私だけで。そうですね、みかん食ってて、あ、目に入った。みかんは冬から今年も終わりだったいやいや、思うなんで、思うから仕方ねえじゃん、はい、楽天なんか古川のゆかちゃんおさんです。一番町で酔っ払いが三角のクリスマス帽子をかぶってるのを見たと。あ、いらっしゃいますかね。高城市のエクスプロイダーさんです。自分のことで精一杯そうですね、忙しかったり、そうですね、確かにやんなきゃいけない、ね、うん、宮城幕の22分の列車さんです。今年こそはと思ってやれなかったことを数え始める。あ、そうだ。石巻市のシャナナレインボーさんです。岩手の親戚からエサシリンゴが送られてくる本当私だけですよ、エサシリンゴ美味しいですよ。そしてここでまた出ました、大崎市の某中学校でクラス全員でいただいた、はい、今年も終わりだなと思う瞬間やこと私だけ、はい、イエス&ノーさんです。明けましておめでとうと12月31日に言ってましたハンドレッドニートさんです。はい、使い捨てカイロが道端に落ちている時ちょっと待って、吉井久蔵さんの曲とリンクしてる今使い捨てカイロからこうズームバックしてる哀愁が、哀愁あるね、はい、はい、大福さんです。お父さんが朝から酒を飲んでる時、うん、スノーさんです。お蕎麦をすすりながら来年のお年玉のことを考えている時。あ、楽しみですもんね、学生さんですね、はい、学生の皆さんはここで以上になります。以上ですね、はい、富山町の五寸楽業さん1つ目。クリスマスに食べたチキンの骨で出汁を取っている時2つ目です。道路工事を見ながら仲間と工事元気かなと考えている時いるか五寸楽業さん3つ目です。段差のないところでつまずいた時寂しいんだ、なんかいろいろとね、うん、哀愁もあるから、年末は。山形県中山町サウスアイランドさん1つ目。ウエットティッシュが光ってどういうことなんですか。いや、夏にやっぱウエットティッシュいっぱい使ってずっと置いてると、そっかそっか、何だべっつって使おうと思ったけど、もうスカスカ、そうだあれ水入れても何でかだからなんでやろ。サウスアイランドさん2つ目です。猫が襖を駆け上る3つ目です。通帳記入した時の印字が薄い4つ目です。カーデガンの首の部分のフケが目立ち始めて今年も終わりだなと思うんだよ、フケ目立ってすごいなぁ、いろんなとこ見てんねはい、うん、私だけこれで今年も終わりだなと思う瞬間やこと、うん、横浜市鶴見区鶴見の海坊主さんです。煩悩が108個で収まらないと気づいた時大里町のうなぎいぬレスワンさん1つ目。天井に挟まったままのバレーボールを見上げると少しだけ心が痛む体育館とか2
二つ目です。あれほどまでに冬の訪れを恋焦がれていた猛暑の時期がたまらなく愛おしい。ああ暑かったもんね今年ね。短期間でしたけど、はい、幕屋町の上京ボーイさんです。街で見かけるアベックに小さく舌打ち。小さく舌打ちして今年も終わりだなと思う。もっとなんかねないのかね、うん、宮城僕の関心タイガースさん一つ目。猿のイラストをやたらうまく描けるようになった。ああ年賀状準備ですかね。うん、二つ目です。なんでわざわざこんな寒い時に掃除をするのって思った時。確かに大掃除ね。青学のミスターワラスカさんです。日記売り場を見ると三日坊主という言葉がまた駆け巡る。七ヶ浜町山崎イグルスさんです。雨降り向いちゃったを気前よく口いっぱいに入れる。気前よく今年も終わると思うんだ。気前よくいいな。ボーナス出たわ。ボーナスかこれ。ボーナス余裕かこれ。泉区ラストですね、うん、泉区の忠義和さんです。プレゼントを持ったサンタを引っ張ってくるトナカイよりも配当金というプレゼントを持ってゴールに飛び込んでくる馬に恐怖がある。有馬記念ね、はい、さあということで、ね、はい、以上でございます。さあやってみたいという方、1月の一言ネタはですね、はい、聞くと温まりそうなもの、はい、ですからあったかくないもの、あったかくないもの、聞くとあったまりそうなものやこと、はいはいはい、ね、うん、なんだかネーミングでもいいですしね、うん、はい、もう自家発電です、はい、自家発電になってほっとしましょう。そうですね、はい、はい、そんなわけでございまして、もろもろ gera@1260.jp gera@1260.jp ね、はい、クリスマスの出来事なんてメッセージも募集してますので、ね、はい、お待ちしております。よろしくお願いいたします。いつ発表するんでしょうね、募集してもね。今言っちゃいましたけど。何かのタイミングでちゃんと喋ります、はい、はい。さあそれでは1曲いきましょうね。はい、横浜市鶴見区鶴見の海坊主さんのリクエストで芸人クリスマスソングです。桜塚やっくんでクリスマスター。桜塚やっくんでクリスマスターをお送りしました、はい、いやもうやっくん亡くなってからもう3年4年ぐらい経つのかな。まあ、元々暴れヌンチャクって感じでね、はい、今年ね東西線でその卸町駅ができてですね、はい、そこからテンボックスって近くなりましたけど、はい、テンボックスとこけら落としで24時間のお笑いライブって僕企画したんですよ、はい、その時あのサンドイッチマンも来てくれたんですけど、はい、一緒に来てくれたのがやっぱ桜塚ヤックの、うん、あのね、だからテンボックスこけら落としにヤックン来てたんだよね、はい、でその後にあのねその女番長のキャラでブレイクして、はい、その時もあったけどその時でもすごい覚えててくれてね、ね、嬉しかったな。まあでもこうやってねやっくんの曲をかけるとね、あやっくんで笑わせてくれたなっていうのを思い出してもらえるから、ね、はい、素敵なクリスマスでございます、はいはい、さあということでですね、素敵なお知らせです、はい、私のガチャガチャの本でございますがね、はい、懐かしのコスモスの本第1弾第2弾と双葉社から発売中でございます、また 26% 引きで電子書籍で購読もできますね。なんかね Kindle のねあのベストセラーランキングでガチャガチャの本、はい、またなんか入っちゃったみたいで、嬉しい感じですよ、はい、ね、でもなかなかの電子書籍ってね、はい、あのちょっと見れてない人も多いみたいなんで、ぜひぜひあの、ね、あの安くあのダウンロードできますんで、はい、であともう一つの本なんですが、辰巳ブックスより日本懐かしいガチャガチャ大全、来年1月29日に発売にこれ決定になりましたんで、Amazon などで今予約受付中でございますので、よろしくお願いいたします。あのコスモスのガチャガチャの本に載ってないものは全部載ってます。今回は著作権をきちっと取ったガチャガチャの、はい、50周年を迎えます、はいはい、またコスモスアプリも第2弾もよろしくお願いいたします。でワッキー貝山 T シャツインターネットで販売中なんですが、錦ヶ丘アウトレットモール2階の花子ドルルで販売です。1月3日なんですが、午前11時から午後の4時ぐらいまで私一日店長として販売しておりますんで、あのガチャガチャのね、フリートークとかもしたいと思ってますので、1月3日ね、お正月休みの方はぜひあの錦ヶ丘アウトレットモール、ね、はい、いろんなイベントやってますしね、ピンクの4時もいると思います。あ、そうですよね、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあそしてお笑い集団 T ライズでございますが、はい、もう1月からも頑張るんだよね。やります、ね、やります、はい、ライブは初笑いは1月8日金曜日、はい、ね、金曜日でございます。いきなりライブございます、ね、ゲストにあのおばちゃんコンビの松富に来て、はい、松富さん、ね、君とかくん MC ですか。聞いてないですねまだ。やることはね、桜井やってるセントラルホールでいつものお時間、はい、6時ぐらい、6時45分開場、7時開演ね、はい、この間のねその
その中のいきなりライブにね、はい、あの登場する芸人の、はい、なんかそのなんつオーディションみたいな、はいはい、なんていうんですか、ゲーツっていうの、いきなりジュニアオープン、ジュニア、はい、ゲーツって昔だったね、ゲーツは昔です、昔ですね、はい、なかなか素敵な、はい、コンビばっかりで、もう主催のフリア君も、そうツイキャスとかでなんかやってるんですよ、そのジュニアの本当です、生ライブ、でなんか今でも見られるんですか、これ聞いた人は。今見れるかわかんないですけど、うん、リアルタイムで一応見れて、うん、一応ネタ終わったごとに今のネタ面白かったですかみたいな、おじゃあ社長がアンケート取ってるんですけど、俺ずっとそれ見てたんですけど、うん、ずっと面白くなかった 100% ずっと続くっていうアンケート、まあまあ、地獄のようなアンケートが、まあそれはまだいきなりライブは面白いけど、はい、やっぱそれに、ね、参上する人はまだまだ舞台経験もない人だ、まあまあまあそのフォローしないと、わかんないよ、100人いて1人も笑えば一応お笑い成立しますから、そうなんです、俺言ってるだけなんですよ、ね、ということで、まあぜひね、あの初滑りも見られるかもしれませんが、そうですね、ぜひね、1月8日でございます、ね、もろもろお笑い集団 T ライズのホームページをチェックしてください、はい、芸人も募集してるそうです、お願いします。さあそれではちょっと早いんですが、1月の、一応あの5日の放送はあります、お、はい、うん、ありますが、5日の放送は MVP ということでございますので、レギュラー放送は1月の12日になりますが、はい、そこに向けてのお題でございますね、はい、1月3日締め切りでございます、はい、来年1月3日日曜日深夜12時締め切りです、うん、こちらも富山市五寸楽不要さんからの出題です、はい、ありがとうございます。1つ目、ガンタマ流縁起のいい初夢、1なんとか、2なんとか、3なんとか、うん、2つ目、さて、カラスはなぜ泣いている、続けて歌ってけさいん、はい、けさいんね、ちょっと宮城風だといいですね、はい、けさいんですから、はい、そして1月ですね、今度から1月の一言ネタもこちら募集しておりますので、うん、聞くとあったまりそうなものです、はい、お待ちしております、ね、はい、お題はアメーバ番組公式ブログでもチェックできます、住所、氏名、年齢、連絡先を必ず書いて、投稿はメールのみ受け付けています、ゲラアットマーク 1260.jp GERA アットマーク 1260.jp まで、お題をじっくり考えたい方、少し早めの火曜日お昼にはアップしています、メールは毎日24時間受け付けてますので、ひらめいたら即送ってね。これやっぱトレンディエンジェルのパクリだよね。いや、そうなんです。M1 前からやってますか。いいですか、はい、はい、さあそんなわけで今日はですね、ゲストなく、毎日ガヤガヤやってますから、はい、クリスマスのケーキもなく、なく、ね、本当にね、こう収録スタジオはね、本当底冷えして大変ですけど、足元が寒いです、寒いですね、足元ね、ね、足の冷えない靴下が欲しいなと。さあそれでは参りましょうね、歌ネタでございますね、はい、浜田バミューバミューさんのここでを聞いてください、どうぞ。ねえ、今大人気でございます、はい、このなんでなんでなんでやねんねんねんの部分に、うん、思わずなんでやねんと言いたくなる歌詞を入れてください、はい、ね、はい、まだこの曲はあのリリースされたばっかりなんですけどね、はい、これ俺が歌うわけですよ、はい、バミバミではないやりました、やりましょう。はい、はい、先ほどもあの紹介しました初メールです、うん、東京都の雪の翼さんです。はい、痩せてく羽生結弦くん、太り続けるサンドイッチマン。ほとんど入れませんでしたね。ほとんど入れませんでしたね。はい。いいですね。はい。いいですね。はい、神奈川県のポキール伊藤さん、一つ目。スキップしたら歯が抜ける。二つ目です。借りた CD 聞かずに買えます。素敵。よくレンタルとかで、ね。ポキール伊藤さん、さすがですね。はい、すごいなんか若干あのスギちゃんっぽいですけど、ね、若干スギちゃんワイルドなネタっぽいですけど、はい、行きましょう。三里町のホームランブービーさん、一つ目。バッティングセンターでバントの練習。二つ目。3分クッキング、3分じゃない。確かにね、いいですね。泉区の秋風さん、一つ目。各駅停車、仙台通過。なんでやねんのなんで仙台通過だこれ。本当ですね。そんなダイヤないと思います。二つ目です。プッチンプリン、落ちてこない。ありますね、これ。三つ目です。みんな入院、俺は平易。なんでやねん。なんでやねん。まあいいですよね、元気なこと。はい、はい、神奈川県川崎市 A の八木山魂さん、一つ目。
忘年会靴を履き間違えた二つ目です。鉄さんとともなんでロン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 って何ですか。ロンロンロンって何ロンロンロンないよ。俺もセレクトしてロンロンロンって何なんでだロンロンロン。秋田県和菓子秋の日陰さん一つ目10秒で終了校長の話やったーってなりました。やったんだよ。なんでやねん。二つ目です。というわけであとはよろしく。三つ目です。おいさとおいさとおいさと私は斉藤です。あれさっきのラップに苦情入りました。あ、来ましたね。そうだ斉藤さんだぞ。斉藤さん斉藤さんだぞ。はい、秋の日陰さん4つ目です。面白い山でも結構ネタ滑る。いや別にね、そんなパワースポットなわけじゃないですよね。そうそうそう、面白い山っていうのはね。太白区の楽天頑張れさん1つ目昔地区は今うちはなんでやろ。どういう変わり意味なんですかそれ。2つ目です。太った猫実は犬。そんなにそのパターン。いい、ね、ストレートすごいっすよ。3つ目です。姉と妹実は親子。知ってるわ。わかんないよ。あれ兄弟ですかって言ったらなんでやねんなんすか。なんでやねんなんすか。北海道札幌市スケレンさんです。亀井静香だけど男性。名前がね、亀井静香だけど男性。難しいよ歌。もう俺に一本だわ。俺に一本です。歌聴いてみましょう。はい、浜田バミバミのこちらの曲を聴きください。どうごめんなさい違います。なんでやねん本当に。この部分に思わずなんでやねんと言いたくなる歌詞を入れてください、うん、宮城野区22分の列車さんです。テレビもねラジオもね車のそれほど走ってない。やっぱ吉幾三さんが今流れたから。うわすごいすごい。そんなことありますね。編集すんなよあの部分。うわこんなすごい奇跡。すごいな起こすね。あんたとこ社長すごい持ってますね。石巻市のシャノナレインボーさんです。子供は休み、あ、子供も、子供は、子供は休みの日は早起き。歌えないよこれ。子供は休みの日は早起き。さあさあ、考えて。年末。まず、そもそも俺の歌じゃねえかんね、これ。よくやってるよ。最後。気仙沼市、キルトルさん、一つ目。僕の差し入れ誰も食わない。2つ目です。最終回だけロックができてない。さあ待ってここでちょっとさっきのね削ってます俺。真剣にやればやるほど面白いんだよみんな。ネタじゃねえじゃねえかよ。いきますよ先に。はい、ここで、はい、某大崎市の、うん、中学校のクラス全員で、はい、いきますよ。いました、はい、ネクタイちゃんです。はい、カタカタカタツブ。自己紹介ですね。自己紹介です。クラス全員ができてカタカタカタツブしかないんですね。素敵です。このラジオ素敵です。はい、はい、富山町の五寸宅行さん一つ目。日本語が下手だねと外国人に笑われた。二、ね、つ目です。このお肉写真より半分くらいに縮んでね。歌えないよ。歌えないよだって。収めてくださいよちゃんと。頑張ります。俺頑張ります。バビバも頑張ります。山形県中山町サウスアイランドさん一つ目。おろした大根固めて元通り。おお、これおおってもう歌えたことにおおってなっちゃう。どれだよ。趣旨変わってきちゃうけど。ちゃんとちゃんと文字合えば歌えんじゃん。二つ目です。外れない知恵の輪をベンチで引きちぎる。ベンチで引きちぎる。ベンチっすよ。あ、ベンチ。ベンチって詰まっちゃいますよみんな。ちょっと引きちぎればいいんだよ。ベンチで引きちぎる。ベンチで引きちぎる。何なんですか。間違いの妙だよ。はい、妙って。高城市野菜大好きさんです。酢豚のな酢豚中にパインを入れる。あ
怒った、うん、野菜大好きさんだからね俺は認めますけどパイ横浜市鶴見区鶴見の海坊主さんです。映画館で終始爆睡歌えた歌えたとかだから趣旨変わってきます。大津口調のうなぎ犬ですワンさん。1つ目、年末早々新春シャンションショー言えた歌えたから言えたに変わってます。2つ目です。最終問題一気に100万点 ありますね。ちょっと待ってくださいよ。あ、特番でよくあります、ね、歌もう一回聞いてもらいましょう。はい、この部分に思わずなんでやねんと言いたくなる歌詞を入れてください。違う感じでなんでやになってますか。はい、副局長の状況ボーイさん。1つ目、財布の中身がすっからカンカンカン。あ、いいですね。もう消毒、うん、こういうのですよ ね、 ね、なんでやろんろんろん忘れてませんか。はい、2つ目です。ウルトラマンも点灯してマジ壊してるこれ同じ人ですよ、状況ボーイさん。はい、同じ人です。3つ目です。キャラメルコーンのピーナッツの存在半分だったじゃん、ピーナッツ、はいはい、半分1個、うん、はいはい、宮城楽の5つの青い風船さん。1つ目、消しゴムのカスをひたすら丸めてる2つ目です。日本ばかり遅かりこれウルトラマンとリンクしてますね、はい、はい、3つ目です。安心してください、履いてませんか。いやいや、なんでやん、安心できない、なんでやん、なんでやん、不安です。4つ目です。一日違いで昭和の生まれ64年1月6日そうですね、よく伝ってたね。5つ目です。やろうと思ったのに言うんだもんな、言いますね、うちの娘も口癖だ宮城の区の関心タイガースさん。1つ目、ありのままで即嫌われるありのままでいいのって言ったの、即嫌われる。2つ目です。噛んでも噛んでも肉噛み切れない何の肉だよ。さあラスト、はい、対話町のサバ味噌さん。1つ目、山あり谷あり俺の通学路俺のっつったよ2つ目です。掘っても掘ってもブラジル見えてこないほとんど1本入りましたね、はい、いやーしかしもう一回シャナナさんのやつやりますか子供は休みの日は早起き無理だ無理だよ子供は休みの日は早起き日はって歌うシャナナさん、はい、面白かったね。さ、そんなわけでございましてですねいろんな番組でクリスマスソングが流れてると思いますが、他ではなかなか紹介しないであろう曲ということで、はい、ね、キッズソング用意しましたよ、はい、去年覚えてますか。去年は仮面ライダーのクリスマスをかけたんです、うん、ね、今年はですね、見つけてきました、同じく水木一郎さんが歌っています。お送りしましょう、うん、水木一郎とコロンビアユリカン会で超人バルボワンのクリスマスいや、超人バルボワンのクリスマス、うん、やんなくていいね、はい、バルボワン、バルボワン、ボンボンすごい他でかかんないよ、ね、はい、ということで素敵なクリスマスソングでございますけどね、はい、それではですね、もろもろ発表する前にですね、来年のお題の発表でございます。はい、来年1月3日日曜日深夜12時締め切りです。どちらも富山町の五寸田久行さんからの出題です。はい、ゆっくり考えてくださいね。はい、はい、1つ目、ガンタマ流縁起のいい初夢、1なんとか2なんとか3なんとか。2つ目、さてカラスはなぜ泣いている、続けて歌ってけさい、うん、一言ネタ、こちら1月の一言ネタを募集しております。聞くと温まりそうなものです、はい、お願いします。曲じゃないですよ、なんかこう語呂とかねあと行為なんかもいいですよ、これだとあったかいんですよ、おいで突っ込むのはいいですね、欲しいなお題はアメーバ番組公式ブログでもチェックできます。住所、氏名、年齢、連絡先を必ず書いてください。投稿はメールのみ受け付けています。gera@1260.jp gera@1260.jp までです。さあ、それではですね、今週のまず初メール大賞ですが、はい、この方でございますね。2つ目のお題でございますが、浜田バミバミ、なんでなんでなんでやねんねんねん、この部分に思わずなんでやねんと言いたくなる歌詞を入れてください。痩せていく羽生結弦くん、太り続けるサンドイッチマンをいただきました。はい、ね、こちら東京都の雪の翼さん、おめでとうございます。おめでとうございます、ね、これも大変ですよね、これクリアしたんですけどね、
シャナナさんは選ばないですよ。えシャナナさん選ばないですよ。どっちかっていうとシャナナさん僕がもらうんですよ。MVP シャナナさん選んだの。ですから一つ目のお題から選びます。いじけてるんですか。一つ目のお題、トナカイがサンタクロースに20年以上言えないでいることとはということで、はい、実はさ左の角を昔折っちゃってさ、これ油麩なんだよね。振り向きました。神奈川県横浜市の江南区のサトシ、久しぶりおめでとうございます、はい、おめでとうございます。 MVP でございますね。信彦もよかったね。信彦もよかった。上京くんね、上京ボーイくんはね、はい、もう本当に一歩手前が多いですよ。また何か言われそうですけど。まあでも蓄積していくとね、年間 MVP っていうところ2連覇っていう可能性もありますから、ね、はい、ぜひ1月のね、早い話で5日の日はね、その MVP 発表いたしますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。で、まだまだ年内はね、来週の1月の29日も放送ございますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、さあ、もろもろですね、ゲラアットマーク 1260.jp、番組の感想もね、はい、お願いしたいですね。またあのゲスト呼んでくださいよとかね。最近寒いですけど寒風摩擦にハマってますかね。そんな話いろいろと。はい。やり方間違えてました。何でもいいですね、はい、ジムに行ってもなかなか痩せませんのでいいですし、ぜひ自分で出してよろしくお願いしたいと思いますけどもね。はい、もろもろゲラアットマーク 1260.jp で待っています。また MVP や初メール対象はですね、プレゼントを送りますので、きちんと住所、氏名、連絡先を書いてくださいね。はい、お題についてですが、公式ブログで毎週火曜日のお昼に発表されていますので、はい、少し早めにチェックしたい方はどうぞ。また毎週火曜日の朝9時半から30分ツイキャスで生放送していますので、ぜひね、端末でご覧ください。端末で、その後本放送はですね、 YouTube で公開できます、はい、公開しています。我々の顔もチェックできますのでご覧ください、ね、もろもろ頑張って魂で検索してください。 Twitter とかでも拡散もよろしくお願いいたします、はい、てなわけでね、はい、お相手は私塾長のワキワキワッキーワッキー貝山と松原真代と佐藤君高でした。でまた聞いてくださいね。素敵なクリスマスをずんだずんだ。なんだ素敵なクリスマスをずんだずんだ。もうどうもあれだな、シャナナさんのあたりからちょっと面白いか。いや本当に、いや歌えないあれはな、耐えないですね。引きずったなあれ。ね、めっちゃ引きずりました。歌う時まで引きずってたよ。バロムマンの時まで。いやあるよ。ミトコームも乗れなくてね。バッバババババっていうの歌いにくくて。やったけど。歌乗せるって怖いんだよね。いやでもほら記録には残んないけど記憶には残ったじゃん。シャナさんです。これでも合わないですもんね。どう考えて合わないの多いですもん。もう最後に早起きって言ってきてんだろうなっていう。新春シャンシャンショーもね、今言えてないけど、言えてない方がいいんです本当はね。多分それ狙ってる。うなぎさん裏の裏回です。いやーでもちょっとね、新参というか新しい人たちも増えてきてさ、これもう戦国時代に突入だなこれ。やばいね。加藤由紀さんも良かったけどね。A と A と来年 A とはと笑いを共有して。さあということで終わりましたよ。はい。ね、12月22日も無事終わりました。ね。なんかいろんな駅が出ましたね。はい。やばいですね。歌ネタは必要ですね。そうですね。そうですね。品川さんどう思ってんでしょうね。そう、いやどうなんですかね。その追加した。これから歌ネタあるときわざと。ジータリズとか送ってくる、増えるかもしれないですね。それを選んでる我々がいるんだけど、はい、まあ化学、いい化学反応だと思って、はい、ちょっと、ね、でも真剣にネタで勝負してる人と、いやまあまあ不甲斐ないと思います。その次のネタの人変わりそうですけどね。もう入ってこないですもん。こればっかりラジオに載せてみないとって言ってます。まあそうですね、本当素敵な本当ネタが多いっす、ね、いやもうクラス全員からもうかなりなんかレベルも上がってきて、そうですね、もうね、ちょっとあの最初はね、やっぱこれクラス全員で考えましたっていうさ、中学生だからっていう引き目で見てセレクトしちゃったけど、今結構ガチだよね、うん、ガチですね。でもこれ冬休み入ったらもしかしたら同じなんですか。マジやばい、登校、学校休みだから、ね、これ1月12日の放送なんか大変だと思うよ、うん、宿題で先生が出してるってあれですけどねどうなんだろうね、中学生だと高校までやっぱ自由課題でないだろうね、うん、うん、だから例えば大学とかのゼミかなんかでっていうの面白いです。あ、電話来てるってことですか。あ、ちょっと私仕事に電話来てる。ちょっと進めてくださいね。もしもし、あ、もしもし、こういう感じですかね。あ、どうもです、お世話様です、うん、すごいいい感じに
はい、今わかりました。今日今行きます。近くで収録したんで。載ってるんですか、はい、これ YouTube に、はい。載ってますね。お願いします。どうもです。はい。なんかね、近くでギャラが支払えるらしいんで。はい。はい、行ってきます、ね。そういう電話でした。仕事じゃなかったな。よかった。さん、じゃあ、マナヨジョ、はい、素敵なクリスマスを過ごすって言いながらも、来週クリスマス前の収録ですけどね。はい。はい、ちゃんとあの、来週はね、月曜日と火曜日に収録があるので、はい、あの本当に二十歳のお祝いを忘れないと思います。はい、ありがとうございます。ちょっとおんちゃん忙しくてね、プライベートでもね。君高くんもね、はい、離婚届取ってきたんじゃないですか。取ってきてねえよ。あれ取ってきていないっす。あれ区役所にいたけど。あれ、はい、そんなわけだね。踏みとどまったんですか。まあ、よかった、踏みとどまってね。まあ本当にあの寒い季節でね。そうですね。今日はうちの娘をね、2回目のインフルエンザの予防接種連れてきますけど。2回目一応子供2回打つから。いや、打つのよ。少ないあれで。そうなんですか、娘のやつ。注射嫌がらないんですか。注射打つと、なんか買ってあげるって言ってから。気持ちよくなっちゃう。そうだ、なるほど。注射打つ。そうね。あの、注射打たなくても、いろんな匂いで気持ちよくなってるんだね。もう本当に。天然で、もう本当にハイテンションノーリターンなんで、まあ僕で言うところ空回りって言いますか、ハイテンションノーリターンで、そんなわけで、まるちゃん、じゃあ今日はもうね、はい、レギュラーメンバーで、はい、そうですね、デッパダンスを、デッパダンス、デッパダンス、仕切ってくださいよ、はい、嫌がる人もいませんから、それではまたお会いしましょう、はい、はい、デッパスマイル、デッパスマイル、風邪もひかないようにね、はい、元気で。お会いしましょう。